甲状腺癌、甲状腺癌、甲状腺癌、サイロイドキャンサーは、甲状腺に生ずる癌種。病理組織型から大きく4つに分けられる。甲状腺に生ずる悪性腫瘍のうち上皮由来のものを指す。甲状腺腫のうちの結節性甲状腺腫の一つである。頻度は、全甲状腺癌の70%から80%と、甲状腺癌の中では最多である。 女性に多く、後発年齢は30から60歳代。画像診断としては超音波検査が多用される。エコーにおいては、主流像を認め、その内部エコーは、不均一で低く、変炎は不正である。また、しばしば内部に微細な石灰化による、散在性の高栄行域を認める。肉眼的初見としては、硬い結節を持ち、表面に凹凸がある。病理診断においては、 微細な石灰化、砂粒固定が指摘され、また、選手吸引細胞診では、集団を形成した主要細胞が多数採取される。細胞集団は、乳頭状、またはシート状の配列を示し、細胞内には、すりガラス状の核がある。また、細胞質が核内に貫入して、切れ込みを作り、封入体のように見えることもあり、これを核内細胞質封入体と呼ぶ。 なお、血液検査においては、サイログロブリンチ上昇が出現するが、これは特異的なものではないため、診断的価値は高くない。腫瘍の成長は遅く、特に微小な腫瘍は倍化するのに数年を要する場合もある。主にリンパ行性の転移を示し、初心時にすでにリンパ節転移を起こしているケースもあるが、発育が遅いため、予後はそれでも悪くない。 新順傾向は強くないが、進行すると半壊神経麻痺や食道新順による喧化困難をきたすこともある。若年発症が多いにもかかわらず、早期治療を行えば予後は極めて良好で、10年生存率は80%以上とされており、小さい腫瘍であった場合は95%以上の術後30年生存率を報告している施設もある。 治療の第一選択は手術であるが、予後良好であることから、術後のクオリティオブライフを考案すると、どこまで適質範囲を広げるべきかという点については、議論がある。また、時に放射線外照射、放射性用土治療、TSA1 抑制療法なども行われる。なお、近年、1センチメートル以下の小さな乳頭癌は症例を選べば、手術をせずに、 定期的に経過を見るだけで十分であるという研究告げがなされている。しかし、どんな症例にも適応できるわけではなく、それを行っている施設は限られているのが現状である。頻度は10から15%。乳頭癌と同様に女性に多いが、後発年齢はやや高く40から60歳代である。血行性転移を示し、肺などへの遠隔転移が多い。 このために、用語は乳頭癌と比して不良であるが、進行は同様に完除であるので、10年生存率は50%を超えている。超音波検査では、低抗域の主流上陰影を呈する。良性腫瘍である、露胞選手との間別は、かなり進展した場合を除いて困難である。境界の不正像を認めれば露胞癌の降参は、大きくなるが、決定的ではなく、 先至吸引細胞診での鑑別も困難である。したがって、画像上、あるいは臨床的に、露方眼を疑う場合は、そうと診断されなくとも、手術を試行するのが一般的である。露方眼を疑って、手術をする場合は、単発であれば、一般的には、甲状腺の片破切除のみにとどめ、リンパ節覚醒は行わないことが多い。これは、乳頭癌と異なり、 露胞癌が,がリンパ節転移を起こす頻度は非常に低いためである。頻度は2から3%。乳頭癌と同様に女性に多いが、後発年齢はさらに高く60歳代以上である。乳頭癌、または露胞癌が転化したものと考えられているが、すべての悪性腫瘍の中で最もよく不良を取れており、診断後1年以内に80%が死亡する。 27時間で主要細胞が倍化する可能性があるという報告もある。急速に増大する頸部主題を訴えることが多く、急激に周囲へ浸潤することから、頸部の圧迫感、頭痛、熱感を覚え、皮膚発赤、左生、呼吸困難、塩下困難などをきたすこともある。発熱や体重減少などの全身症状もしばしば出現する。超音波検査では、 境界が著しく不正で不明瞭な主流像が見られる。その内部は低栄光でかつ不均一であり、しばしば粗大な石灰化が認められる。選手吸引細胞診では結合傾向の弱いバラバラの主要細胞が採取でき、異形成が著しく盛んに分裂している様子が観察される。また、全身の炎症症状を反映して、血沈の更新、 血清 CRP 値の上昇、白血玉数の増加を認めるが、血清ホルモン値やサイログロブリン値は原則として正常である。早期発見できたものは、抗がん剤、手術、放射線外照者を組み合わせた複合治療を行うが、腫瘍の増大が早いため早期発見できず、緩和治療に移る場合が多い。放射性用土治療、TSH 抑制療法は効果がない。 未分化癌コンソーシアムができ、多くの施設の未分化癌が,が登録制になった。そこで、前向き研究として、切除不能な未分化癌に対して、パクリタキセル投与することが提案され可決された。頻度は1から2%。乳頭癌と同様に女性に多く、後発年齢は30から50歳代。80%は、後発性であるが、残りの20%は、 常染色体優性遺伝を示す。予後は、家族性発症例の方が良好で、10年生存率は、個発例で40%、家族性発症例で80%とされている。ボール法細胞、C 細胞に由来していることから、カルシトニンや、これと共に CEA などを分泌する。多発性内分泌腺手症として出現することが多く、個発例の場合には、 結節性甲状腺腫で発症する様スが多いのに、対して家族性発症例の場合には、先行して発症している褐色細胞種の精査中に発見されるケースが多くなっている。いずれも発育は感情で周辺組織への浸順もあまり強くない。超音波検査では、比較的変炎がスムーズな低攻域となり、その内部にはしばしば荒い石灰沈着が認められるが、 画像診断は困難な場合がある。選手吸引細胞診では緩く結合した細胞集団が採取され、間質にはアミロイドが認められる。早期発見すれば治療の第一選択は手術。放射性用土治療 TSH 抑制療法は効果がない。橋本病を母地として発症する。橋本病患者で 甲状腺手が急速に増大したときは、積極的に疑う。治療は、悪性リンパ腫の組織型によって異なるが、放射線外照射、化学療法、もしくはその組み合わせを行う。放射性用土治療、TSH 抑制療法は、効果がない。早期発見すれば予後は、おおむね良好。甲状腺腫のうち、甲状腺腺癌の割合は、約1、5である。 40歳以上に多発し、男女比は1、4と女性に多い疾患である。二分化癌と随養癌では、男女比は1、1と、差異が見られない。解明は、不十分であるが、いくつかの原因が判明し、また、示唆する研究報告がある。広島や長崎の原爆被爆地やチェルノブイリ、原子力発電所の事故で周辺の住人に、 甲状腺癌の患者が多発したことから、放射性要素、主に要素 131i に誘発されることが判明している。特に低年齢の5歳から10歳未満では顕著で、この時期の被爆を回避すべきであるとされている。また2011年に起きた、福島第一原子力発電所事故後に、福島県の子供、当時18歳以下、 受診者数295,511人を検査したところ、選手吸引細胞診を行った437人中90人が悪性内視悪性疑いの判定となり、手術を行った51人中50人の甲状腺に癌が見つかっている、術後の病理検で低分化癌の疑い1人、乳頭癌四49人、1人は良性結節が 検査を行った福島県立医科大学では、原発事故による放射線の影響によるものとは考えにくいが、断言はできないため今後も検査を継続するとしている。発がんメカニズムとしては、癌幹細胞化説を発展させた、目細胞発癌説、フィトルセルカーシナジェニシスが提唱されている。ただこれは、従来の乳頭癌や露胞癌のようないわゆる文化癌が,が、 身分化癌に変異するという従来の学説を真っ向から否定するものであり、必ずしも広く受け入れられているとは言えない。喉にしこりを触知する。それ以外には典型的な症状はないが、左性や喉の痛み、嚥下障害が見られることがある。しかし最近は、本人も無自覚無症状の状態で、健康診断で超音波検査を受けて、偶然発見されることが多い。 触診、超音波、選手吸引細胞診を組み合わせて診断する。露方眼の場合、両性選手との鑑別は困難であり、肉眼的に明らかな皮膜診潤や遠隔転移で発見されない限り細胞診、組織診では確定診断は、ほぼ不可能である。基本的に摘出術を行うが、1センチメートル以下で、症状のない微小乳頭癌では経過観察することも、 ある。再発予防のためリンパ節覚醒や放射性用土投与を行う。甲状腺を全摘した場合は、一生甲状腺ホルモンを投与し続ける必要がある。甲状腺ホルモンを過量に投与して、甲状腺刺激ホルモンを抑制し、再発を防止する TSH 抑制療法を採用する場合もある。甲状腺がんは、予後の良好な悪性腫瘍として知られており、 腫瘍の発育速度も遅い。10年生存率は、一般的に、乳頭癌が,が85%、露が癌が65から80%、髄葉が癌が65から75%である。しかし未分化がんは極めて予後が悪く、人に発生するがんの中でも悪性度の高いがんの一つである。発育速度が非常に早く、手術や放射線、化学療法を行ってもほとんどが1年以内に、 死亡する。一方、予後の最も良い甲状腺乳頭んは、手術から再発までの期間が長いため、術後長期にわたって、経過観察を要する。2011年から2015年の5年生存率は、保健福祉部、省などの統計によると同じ年齢と性別の、一般人口を100とした場合、甲状腺ん罹患者は100.3である。100を下回る。 他の癌種類の罹患者と違って、韓国の一般人口より5年以上長生きしていることが分かっている。100を超えている理由は、癌発見により健康に気に配った結果としていい。過剰医療専門家である過剰診断の著者ギルバート・ウェルチ教授は2010年に、米国癌協会誌に癌過剰診断が掲載した後に、2013年にアメリカ合衆国過剰診断予防学会が、 結成された。韓国の工場洗顔患者が世界一であることに、ウェルチ教授は2014年に、韓国で流行病のように増えている、工場洗顔は、環境毒素や病原菌ではなく過剰診断によるもの、確実に危険な病気を見すぎるのと、大したことでないものを大騒ぎして、見つけるのは違うとする研究結果を報告した。中韓国では2009年度から、 がん患者数内訳1位が、甲状腺がんだったが、患者数が世界平均の10倍なのは過剰検診が原因だと2014年に医師らが指摘した後に3位になって、2015年は、胃がんが2008年以前の再び1位になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。